はい、マノチーズよろしくお願いします。ラストイニングやっていきましょう。やっていきます。はい、インフルなんですけども、まあ落ち着きました。はい、熱も下がって、まだちょっと体の気だるさは残ってるんですけども、まあもう動画ぐらいは撮れるかなと思って、はい、やっていきます。まあもしね、こうやってる中で咳込んだりしたらごめんなさい。多分咳とかも出ないんじゃないかなと思ってます。はい、まああと喋ってる中で途中でえらく疲れてしまうかもしれませんが、すいません、その時は俺の中で今いけると判断して動画を撮っております。んでラストイニング、はい、まあその2018年ですね、まあ戦力外になった選手、引退した選手のみで、やっていこうという企画で、先日間違ってる選手いたら、教えてくれという動画アップしたんですけども、まあ大きな間違いというのは特になかったんですけど、コメントを参考に、まずともみくん、あと塚原選手を抜きました。で若松選手と、ヤクルト山本選手を入れました。山本選手が入ってなかったんですね。はい、やっていきます。で、今回のこのラストイニング企画なんですけども、怪我はありなんですけど大怪我をなしの設定にしてます。あと疲労なし、成長なしの設定もしてます。普段はありなんですけどなしにしてます。はい、まあやっぱ選手をできるだけ多く出して楽しんでいきたい、そこをが大事だと思うんですよね。なんで大怪我して長い時間選手を吐きさせるとかそういうことしたくなかったんですよ。まあやっていきましょうか。やっていきます。頑張りましょう。一応、チームメンバーこんな感じです。よし、いきましょう。まず動画の1本目は俺の好きなようにやっていきます。あ、パリーグなんですけどラストイニングチームは、セリーグ側に、ルーキーズチーム入れてます。なんで各チームからルーキーズチームとラストイニングチームに選出された選手は抜いてます。はい、なのでラストイニングチームに入っていない、戦力外になった選手とかは各チームに残ったまんまになってます。はい、やっていきましょう。ごめんなさいね、もう動画の1本目はこれどうしてもテンポ悪くなんだ、いろいろ説明しなきゃいけないから。よし、行こう。誰で行こうかな。いや杉内選手なんてもういいんじゃない。あ、摂津選手いいかな。どっちかな。大隣選手もいいな。うわ、迷うとこだなこれな。摂津選手かな。もう調子うんぬんとかもあるけど摂津選手かな今回は。これでいきます。木所選手出したい。あ、入ってんね。どうしようかな。一応俺の中でのオーダー、あ、村田選手言うんで、パスワードでゲットした選手です。だからやたらと特殊能力が多いんだよね。なんかもうちょっとなんか少ない感じで、能力はこんな感じでよかったんだけどさ、見つけたかったけどこんなもんでした。まあある程度のハンディシステムということで。どうしましょう。いや、まあこれでいいかな。これでいきます。キャッチャー大島くんか。いや、細川選手。あ、出したい。よし、出そう。こんな感じでいきましょうか。こんな感じでいきましょうか。よし、あ、ユニフォームどうしよう、似てる。わ、あんまかっこよくねえなこの緑。ただ分かりやすいからこれで、これでいきます。頑張りましょう。いや、まあまあインフルしんどかったですね。まあまあまあのしんどさっていう、なんかすげえ中途半端な感じですけど、久々喋るさ。いよいよプロ野球ペナントレース、1試合通し約20分間喋り続けられるだろうかという不安はあるけど、1回戦の模様をお送りいたします。ジャパンの先発は右のセッツ、対するホークスの先発は、あの外国人選手っていうのはね、毎度のこと迷うっちゃ迷うんですよね。まあ今回だってしたらエルドレッド選手とか入れちゃったら
結構厳しいんですよね、人数枠がやっぱりきついから。頑張ります。プレイボール、ごめん、プレイボールの声はまだ出ないわ。で、監督は古田監督にしてます。そこはもうハンデです。強力な監督が必要なんですよそれはもうしょうがないでしょ、 ID 野球2回も使った。うまい。一塁送球。本田軽快にさばいてツーアウト。今宮いい当たりでしたがセカンドゴロに終わった。第4球を投げた。打ったいい当たりだ。一二塁間の打球抜いていった。古田監督がいろいろ見渡した限りでは一番いい監督かなと、監督プレーをする上では。やりやすいかなって感じはしたんですよね。攻撃も守備もバランスがいいんですよ。あの高次元でバランスが良くて、で守備寄りな監督というかやりやすいなと思って。まあ、何をどうしたってある程度のハンデはなかったらもうクブクリン勝てないんですよある程度のハンデはね、しゃあないでしょ。ナイバッチ走りたいでしょ、これは走りたいでしょ。本田選手盗塁は、いやもう走るけどね、盗塁しさすがだね。走ります。第9、1塁ランナー上げた。2塁送球はどうだ。オッケー、本田今シーズン初盗塁を決めました。第2球投げました、高めボール。第3球を投げました、ボール。第6球を投げました。結構ね、チーム選ぶときに村田選手のところで困ったね。本当分かりやすくここで一枠消費するからね。さあここで勝負に出ました。行ってこいごめん、全く声出ない。大きな声は全く出ない。取りました、これでスリーアウト。リプレイをご覧ください。ごめんね村田選手ね、なかなか気合入ったね、行って声が出ないんだわ。先頭バッターは指名打者デスパイネ。もう昨日から熱は下がってたんですよ。で今日になってまたちゃんと下がってて、もう順調に回復はしてるんですけども、なんでしょうね、今喋ってて思ったけど思ってる声は出ないなと思った。よし、いやー守備うめえなみんなな。2回の裏、ジャパン攻撃に入ります。先頭バッター、新井、投球これから5球目。外のボール球打った。アウト。俺の中でさ、新井さんがこのチームにいるのがなんか未だになんかこう違和感を感じるんだよね。吉見。第3球を。新井さんがいるのかーっていう感じ。打ちました。ピッチャーライナー。これで2アウト。ランナーありません。バッターは7番アバヤス。打ちました、いい当たり。抜けた。走るか。あ、盗塁どうだっけ、いまいちでしたっけ。やめとこ、第5球投げた、打った、うまっ、あー惜しい。スリーアウトチェンジ、結局一塁。いや今更だけどこの緑のユニフォームやめればよかった。3回の表、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは松田。すいません。第2球投げた。ああ厚尾かな。厚尾だって俺厚尾と叫ばなきゃいけなくなるからやめて。松田二塁を狙う。元気な時だったら喜んで叫ぶけど。ジャパン先制のピンチを迎えます。ランナー一人を置いて迎えるバッターは甲斐。さあ4球目。打った。ピッチャーライナーは正面。これでワンアウト。ランナーは二塁変わりません。第3球を投げた。打ちました。
打球はセンターへ。抑えたいね。どうしよっかな。 ID 野球2回あるんだったらもう使っちゃっていいかもしれないな。使うか。さあここで何か。イエース。第4球を投げた。ID 野球伸びていった。入った。ホームラン。今シーズン第1号先制スリーランホームラン。そりゃ是非も出るわ。左中間スタンドへ吸い込まれていった。今チームメイトが迎えます。いやきついな。先制の場面映像でご覧いただきましょう。やられるか。バッターは3番グラシア。今日2度目のバッターボックス。投げました。打った。抜けた。グラシアル、ナイスバッティングです。左バッターボックスは4番柳田。第1打席はセンター前に。いやまあ3点も取られてしまった。うわきつい。痛いんだけど。柳田いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。いやちょっとここは。さあここで監督は勝負に出ました。声が出た。いい当たりです。あやばい止まらない。レフトバックホーム。デスパイネナイスバッティングです。ボロックスやられるほどの実力差ないと思ってる。さあ集中してこの対戦に挑みます。投球これから2球目。打ちました。右中間へ犠牲フライになるか。よし深いところをつかみました。とりあえず2アウトね。ライトへの犠牲フライ。ホークスさらに1点追加。バッターは7番上林。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。打ちました。セッツ取った。一塁送球。オッケー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 。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わってきついね。厳しいね。投げました。ストライク。見逃し三振。ここは3球三振に終わりました。第2球投げました。打ちました。セカンド前方のフライになりました。セカンドが楽天に入りました。なんとかさ A クラスとか無理かな。楽天編を考えると基準考えると西武ソフトバンクも完全抜けると思うんですよね。3位になんとか入るってことだけあったらどうにかならんかな。さすがに警戒されると無理か。東京ドームからゲームは中盤戦に入ります。仮にピッチャー変えるとしたら誰いるんですか。なんかロングリリーフできそうな人があんまりいないんですけど困りましたね。別に全然そのこと考えて選手は入れてないからね。この選手見たいなって感じでしか入れてないから。浅尾選手がスタミナがあるのか。調子悪いからな。というかロングリリーフのイメージが全くねえよ。あやべえ、ロングリリーフできる選手誰もいねえ。とりあえず節選手もうちょっと頑張って。次は5球目。よし高めの変化球でスイングアウトを取りました。第2球打ちました。レフト前に出る左中間のフライ。レフト掴みました。これで2アウトランナーありません。打順はトップに帰って牧原。あコメントでこの選手見たいとか何番誰々とか具体的な感じでもいいしコメントください。明日以降の動画はそれを参考に、いじりながらやっていきます。じゃあ今回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは DH の中井。今日の第一打席はスイングアウト。第3球を1点取りたいね。まずは1点取りたいですね。よし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 いいよ。ここで華麗な流し打ちでしょう。最初のバッターボックスはセカンド。さあここで監督は勝負に出ました。第9初球流し打ち。いや狙い通りだもん。ボールは中継。新井さんの一発勝負じゃない。チャンス強いでしょ。いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。さあここで勝負に出ました。いってこい。ホークスここはバントシフトを敷きます。外空振り三振。ランナー2人集中。絶対取る。絶対取りに行く。別に集中します。第3球を投げた。あっと引っ掛けた。ショートなんとか点取りたい。取りました。これでまずは1点取ろう。そっからなんだよ。次は4球目投げた。
打って出ます。今宮ボールを取る、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーランナー1ホークス、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは今宮、投げた、打った、打球なんとか6回まで投げてくれればもうどうにでもなると思うんですよね。仮にここからこっちが追いついて延長入っても1人1イニングでいけば多分間に合うと思うんだよね。グラシアル、ナイスバッティングです。バッターは4番柳田。いや、内角行こう。第3球を投げた、打ちました。あー、取れないやつだ。打っていった、ヒット。ボールは中継、柳田、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。次が4球目、投げました、打ちました。よし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 、セッツ掴んだ、ピッチャーから一塁送球、アウト。ジャパン、いや、一発使うべ。ここで点取られたらもう終わるわ。さあ、試合の行方を左右する場面、行ってこい。ここで勝負に出ます。さあ、次の投球、打ちました、あっと引っ掛けた、掴んで、オッケー、お疲れ様ですね。五十嵐選手出した。ジャパン攻撃に入ります。トップバッターは松井、最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。初球、見逃し三振。右バッターボックスは9番細川。代打出すとしたら鵜久森選手か、あ、小屋の選手もいるんだもんな。じゃあ大島選手出してそのままキャッチャーつかせてみますか。はい、バッターは代打大島。に変わりまして、ピンチヒッター。第2球、フォークボール空振り。一発ぶちかまさねえかな。投球はこれから3球目。うまい。大島三球三振に倒れました。日所選手あたりが出てくれると本当面白くなるんだけどな。打った、レフト方向へ持っていきましたが、勝ってこれで3アウトチェンジ。ジャパンわずか3人で、はい、ジャパンピッチャー交代。これから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは上林、今日はショートゴロとピッチャーゴロ。ジャパンピッチャー交代です。第4球を投げました、打った、これは強烈、さらに伸びていく、入った、今シーズン第1号ソロホームラン、打ち上げたスタンドへ吸い込まれていった、変化球を完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。さあ、リプレイです。いや、俺こんなに差はないと思うんだけどな。そんな差はないだろう。こんなやられるか。第6球を投げました、ナックルカーブ、空振り三振。高めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、打った、飛んだ、よし、うまい。セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって、ジャパンこの回は2番からの好打順、本田選手が今日当たってくるんですよね。次は5球目、投げた、変化球、空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターは DH の中井。1点取りてえな。打った、当たりだ、センターへ上がった、センター交代、センター取りました。これで2アウト。1点取りてえ、なんとか1点取りてえ。第2球、投げた、引っ張った、打球はレフトの左へ、やばい、ヒットになる。村田、一気に2塁へ。どうしましょうか、ダイソー出しましょうか。サードは小屋の選手いるし、小屋の選手も出したいもんね。まあ守備力は両2人ともあるからな、守備要員として置く。まあ待てよ、どうしようかな。ヒット1本で帰ってきてもらいたいもんね。走塁 C の聖沢選手出しますか。はい、荒井さんに一発いきましょうか。ちょっと一発今日当たってないけど、ここで当てましょう。さ
入れてこい。抜けろ。うわサードから一塁送球。ここは守備に1点欲しかったな。スリーアウトチェンジ。小屋の選手、いや4番小屋の選手もいいな。さあここは試合は終盤7回に入ります。一応交代、左がいっぱいいるんで左出しましょうか。石井選手いきますか。ジャパンピッチャーを変えてきました。まあ疲労なしなんでもうピッチャーは何ぼでも出して OK です。さあ9球目投げた。結局フォアボール。いきなりフォアボールを与えてしまいました。地味に初フォアボールかい。第1球初球を打った。あら取った。よし、あら1塁ベースを踏んでアウト。ワンアウトランナー2塁に変わります。さあここで勝負に出ました。やめてくれ。第4球を投げた。打った。痛烈な当たり。1、2塁間ライナーで破った。いやどうすっかな。アイディ野球もここで使っちゃうか。ここで何をしてるのか。第2球投げました。流し打ち。新井バックライト前のヒットになります。こんなにも ID 野球が役に立たないぞ。レベルのゴリ押しすらできねえ。なおもピンチが続きます。さあワンアウトランナー一塁三塁という場面で中村投げました。打ちました。三塁ランナーホームに帰ってくる。二塁フォースアウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺で。いや出る選手出る選手みんな失点しちゃうな。7回の裏ジャパンラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは吉村。今日はピッチャーライナーとショートフライ。第3球を投げました。打った。オッケー。吉村ナイスバッティングです。いや走りてえな。ダイスを出して走りてえ。盗塁いいか。盗塁 B だけきついな。走力的にきついな。鵜久森さんいきますか。代打。まあ守備は岡田選手つけばねいいから。もう思いっきり引っ張ってほしいな。初球ストライクから低めのボール引っ掛けた。今宮下がっていった。惜しい。飛び出している。今宮取りました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。さあ投球は5球目。うまい。ボール球打った。ボールはライナーで左中間へ。これはヒットになります。打球が転がっている。バントはイメージなさすぎるんだよな。2人を置いて迎えるバッターは大島。俺は相手一発避けたからな。絶対使ってくると思ったから。第9投げました。打ちました。大島くん。ナイスマッチ。初得点です。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして木所。今日はさあ試合の行方を左右する。ここで勝負に出ます。投げました。高めボール球打った。よし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 。ボールは中継。2点も取っちゃったよ。点に縮めました。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして本田。第9投げた。初球から打ってった。セカンドいらっしゃない。これで2アウト。ランナーは一塁二塁変わりません。打ってこい。第4球を投げた。打ちました。三遊間。オッケー。レフトバックホーム。おいおい満塁で小屋の選手ですか。これはまた面白いですね。なおもチャンスが続いています。バッターは守備から出場の小屋。第9これは引っ掛けた。フラフラフラ。松田落下点に入った。取りました。これで3アウト。リプレイをご覧ください。よし点取ったぞ。点取ったぞ。さあここは守備を変えてくるようです。8回の表これからピッチャー交代。先頭バッター上林。今日はホームランを打っています。じゃあ山口選手行こうかな。里立つみたいな。
ジャパンピッチャーを交代。さあ無失点でいきたいですね。打ちました。初球打ち、ふわふわっと上がった。本田余裕があります。本田掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番松田。今日はここまで3打数2安打1三振。打ちました。これはいい当たり。一塁へ送る。アウト。松田いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。第9投げた。初球いいね。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。佐藤3人でピシャリ。ここらでね、うまいこと3点ぐらい取れれば本当に一気に分かんなくなるんだよな。追いかけます。ジャパン攻撃に入ります。トップバッターは新井。打ちました。ピッチャーライナー真正面。これでワンアウト。ただもううちもね、カードがなくなってきてるから。第9投げた。初球打った。取りました。これで2アウト。そううまくはいかねえな。先ほどからライトに入っています岡田。ホームランアウト。第9投げた。初球打ってきた。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。ジャパン結局さ、いよいよ最終回を迎えました。この回です。誰行こうかな。できればね、こうセーブつく場面とか投げさせたいよね。調子的には山口選手かな。ジャパンピッチャー交代。第2球ボール球打った。いやラッキーだね。今ボールの勢い死んでなかったら抜けてただろう。ショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました。見逃し三振。バッターアウト。山口3球で仕留めてみせました。投げました。外に逃げるスライダー。空振り三振。三振に切って取りました。最後はスイング。9回の裏、さあどうにかしようか。代打は寺内。第9初球から受けるんじゃない。うわ惜しいな。ここはファインプレーに阻まれました。ワンアウトです。投げました。低めボール球打った。今宮掴んだ。一塁送球アウト。もう1点取りたいな。なんかこのまま終わりたくはないな。バッターはトップに帰って、もう1点取りたい。スタンドからは必死の声援が続いています。今一発勝負の存在忘れてた。さあここで監督は勝負に出ました。行ってこい。もう声が。第3球はインロー。空振り三振。6対2か。初戦黒星スタートです。いやまあこんなもんかっていう感じもするけどもな。いやまあしゃあないですな。よし今回はここで終わりましょうか。明日以降はコメント見ながら、オーダー決めてやっていきたいと思います。できればねこう1軍2軍、まあ、2軍の10日間縛りってところをね解除してやりたかったんだけど、そこら辺の設定がなくてさ、それがなければね本当自由にやれるんだけど無理だよね。2軍の10日間縛りって消すことできないもんね。結構ね設定は探したんですけどなかったんですよね。はい、ということでなんかすいませんね、いまいち俺が思ってた以上に今日はあまり声が出なかったですけど、とりあえずはいまたのんびりとやってきますんでよろしくお願いします。はい、では、終わりましょう。終わり、バイバイ。